はい、こんにちは、大島です。それではですね、第2回目の動画は、リアル店舗の動画戦略とはというところでご説明していきます。まず第1にですね、YouTube、今ですね、YouTuber さんとか他にもね、いろいろと YouTube やられてる方たくさん見ていると思いますけども、まあ、その方でね、一つ概念として、2つあります。で、まず1つが、広告収入ですね。広告収入を得ている人、広告収入を得ている人っていうのは、とりあえずひたすらいっぱい動画をアップして、で、再生回数を伸ばすと、再生回数を伸ばすことによって、広告収入が入るモデルですね。なので、これは再生数が欲しいわけですね。再生数が欲しいわけです。なので、再生数を上げるための戦略を取っているということです。で、再生数を上げるための戦略を取っているので、基本的に面白い動画を上げたりとか、あとはなんかアホみたいな動画を上げたりとか、あとはなんかひたすら目立つような、ね、動画を上げたりとかする場合が多いんですけども、この2つ目ですね、私たちがやっていくのは、集客ですね。集客のための集客のための動画戦略ですね。はい、集客のための戦略です。なので、何かね、どこかに、来店につなげたりとか、あとは実際にリアルでお会いしたりとか、あとはその何かサイトに、ね、誘導したりとかっていうのが目的なわけです。なので、再生数はあんまり関係ないんですね。なので、どこかに、ね、誘導をするということですね。誘導がメインです。はい、誘導がメインなわけです。なので、この面白くて再生回数上がる、よく僕も言われるんですけども、再生回数を上げた方がいいですかとか、再生回数がなかなか見ないけどどうすればいいですかとか言われるんですけども、これも関係ないですね。うん、私たちがやっていくのは、誘導する。動画を作らなければいけないので、こちらではないです。こちらですね、集客のための、戦略として動画を使っていくということです。なので、再生回数が伸びなくてもね、全然問題ないですし、むしろ、再生回数が10でも、集客が1できた方が全然いいです。再生回数がね、何千あっても、全然来店につながらない方もいらっしゃいますし、1000あってもね、全く何もないことも非常にあります。で、広告収入というのは1000回あってもですね、本当に20円とか、そのようなレベルなんで、20円もあるかどうかっていう話なんですけども、この辺は、ね、だから考えなくていいです。で、後々アップロードするときにね、もうご説明しますけども、広告をつけるかどうかっていうところの、選択があるんですけども、それも、もうつけなくていいです。広告をつけるとね、嫌がられてしまいますので、私たちはこの誘導する方のね、戦略ですので、誘導するには広告がない方がね、全然、いいですし、最後まで見てもらって、実際に信頼してもらって、誘導、するので、こちらの、広告収入ということは一旦忘れて、なので再生数は別に伸ばさなくてもいいです。その代わり、しっかりと検索エンジンに、表示されてね、上位に表示されて、そこから、お客さんが来るということだけを、集中してやってほしいなと思います。はい、それでですね、こちらの2番の集客のための戦略というようにやっていくとなると、後でも詳しく話すんですが、このね、動画 YouTube がありまして、ここにね、説明文っていうのがあるんですね。この下に説明文、説明文というのがあります。で、基本的にこの説明文を見てもらって、で、この説明文のところに、例えばお店の URL とか、自分が誘導したい URL とか貼っておくわけですね。で、ここの、URL から自分のホームページやブログに飛んでもらうということですね。で、ここにお問い合わせがあったりとか、で、こちらに、
ブログの一番下にね、ここにお問い合わせのね、電話番号があったりとか、あとはお申し込みフォームとかね、ご相談フォームとか、まあ、そういうのがあるということです。なので、この、動画の一番下の説明文っていうところにも、後でしっかりと説明文を入れていきます。で、この説明文を入れて、で、さらにその説明文、ここのね、動画の、一番最後にね、一番最後のところに、詳細は、動画説明欄からみたいなのが、皆さん必ずあると思いますね。この、まあ、他のね、あのライバルの人とか見てもらえば分かると思うんですけども、詳細は、下記、動画説明文からお願いしますとかね。あとはその YouTuber さんとかもよく言ってますよね。チャンネル登録お願いしますとか、あとは、動画の説明欄に詳しいこと書いてありますとかね、言ってると思いますけども、それですね。で、皆さんがやらなきゃいけないのは、これの下に必ず動画の説明欄を入れるというところですね。はい。で、この動画の説明欄を入れたときに、例えば、この動画を見た人が、あ、気になったっていうことで、こちらの動画説明欄を開いて、この URL から飛ぶというイメージですね。で、こういう動画が、まあ、たくさんね、いっぱい検索エンジンの中にあったら、まあ、全部ね、こっちからこういうふうにアクセスが来るわけです。なので、ここのアクセスが集まって、で、ここから、しっかりと、例えば商品詳細だったりとか、あとはその店内の様子だったりとかね、あとはその自分の商品サービスの良さとかっていうのを伝えたりとかすると、ここでしっかりと読み込んで、で、そこから、ご案内がされて、そこから問い合わせとかにつながるというようなイメージですね。はい。なので、この動画というのをいっぱい作って、最終的にメインの媒体に集めると。ここはホームページなのかブログなのかっていうところになります。はい。で、これなんですけども、この動画ですね。この動画を、いっぱい作って、要は、どんどんこの下に流していくという作業になるんですけども、これを、やっていくとですね、先ほども言いましたが、これ単体でも検索エンジンに上がるということですね。これも何回も言うんですけども、例えば、これが、地名ね。地名で来るとか、あとは何かを直すとかね。直す方法、何かを直す方法とか。まあ、そういうところから全部流れてくるといったようなイメージです。はい、で、この、集客のための戦略なので、こういう戦略を作ってね、やっていくということですね。で、もちろんこういうところにも CM 用のね、メインの動画が入っていくと。ということですね。で、こういうふうにやっていくと、すごくね、動画を活用した、ような感じになります。で、この2番を基本的にやっていきますので、皆さんもそこをね、しっかりと意識して、再生回数を上げるためにね、面白い動画とか作るわけじゃなくて、要はこの戦略を立ててね、しっかりと自分のお店、今回はリアル店舗のためなんで、リアルの店舗ですね。だからここの地名をね、入れるとか、自分の業種名を入れるとかっていうのは非常に重要になってくるんですけども、それを入れて、しっかりといろんなところから検索を集めてきてね、で、しっかりと読み込んでもらうということが非常に重要になってきます。テレビとかもそうなんですけども、動画見ただけで動画見た瞬間にね、行かないじゃないですか。なんか CM が流れて、あれいいなと思ったら、いいなと思った瞬間に電話するとかね、基本的にないと思うんですね。で、いいなと思って、で、その商品の名前とかタイトルを覚えておいて、で、後で検索してから、その検索して、そのホームページがね、出てきた時に、その商品のホームページとか、ランニングページとかを見て、で、それで、あ、やっぱりいい商品だなと思って買いますよね。うん。これも同じことで、まあ、この動画というね、要はテレビみたいな、そういうような媒体が、どこかで目に留まって、で、なんか気になるなと思った時に、こうクリックすると。で、クリックしたら、ちゃんとね、そういう説明とかね、しっかりと作り込んだ、まあ、アメブロだったり、ホームページだったりというところにたどり着いて、で、そこで、ああ、なるほど、なんか店主の思いだったりとか、あと施術のね、やり方とかね、例えば、あとは、なんか店主の思いとかね、そういうのが、まあ、要はブログとかホームページに書いてあるわけじゃないですか。で、そこで初めて、あ、動画で気になってたのが、あ、やっぱり本当に良さそうだなと。良さそうだから、じゃあ本当に行こうと思って、そこでそのいろんな要素が重なって、人っていうのはその心理がね働いて、決定打となり、そしてそこで来店という行動を、促すことができるということですね。はい。なので、この店舗の人、リアル店舗のための集客の戦略というのは、再生回数を伸ばしてね、広告収入を上げるということでは全然なので、まあ、再生回数が上がらなくてもね、全く問題ない。その代わり SEO がしっかりと上がってね、で、こういうような動線をしっかりと作って、
最終的にそのこの考え方ですね、この考え方が非常に重要ですよ。まずはこういうところで印象をつけて、しっかりとこちらに持ち込むということですね。ちゃんと作り込んだ媒体にしっかりと持ち込むということです。でしっかりと持ち込んだ上で、ちゃんと見てもらって、ちゃんと信頼してもらって、ちゃんと分かってもらった上で、来店いただくということですね。はい、これはまあね、リアル店舗じゃなくてもね、全然同じようなことなんですけども、特にリアル店舗の方はこういう地名とかキーワードでね、しっかりと上げて、動画を、絶対にこのメインのね媒体に持ち込むという戦略が非常に重要になります。はい、それではですね、今回の動画も以上になります。ありがとうございました。